第69回 NHK 紅白歌合戦31日東京渋谷 NHK ホールシンガーソングライターのあいみょん23がマリーゴールドを披露し紅白初出場を果たした。直前のトークではリハーサルは落ち着いてたけどドキドキしてきましたと心境。総合司会内村光良から本番は違う？と聞かれると違いますねと初々しくはにかんでいた。かねてからファンを公言している赤組司会広瀬すずは大好きです、とても楽しみにしていますとエール。乃木坂46白石麻衣も独特の歌詞が素敵で楽屋でいつも聴いてますと絶賛し、その歌唱姿を温かく見守っていた。